クリスマスといえば欠かせないのはやっぱり甘いものですよね。でもね、フィンランドってクリスマスケーキでケーキを食べる文化がないのですよ。代わりにね、いろんなペーストリーとかお菓子を食べるんですね。ミニブタとミニトントゥ、かわいい。ちょっとこれは怖い。見てください、いいもの見つけましたよ。ファッツェルのチョコレートコレクションボックスでしたよ。これいろんな種類のがいっぱい入ってるんですよ。大きいですね。しかしこれをみんなのいるところに買っていけばみんなで楽しめますね。まさにクリスマス用。これにしますかね。今日これ買っていこう。クリスマスにフィンランドで何食べますって聞かれて、これって言うと皆さんすごいびっくりされるんですけどね、メインでいただくのはハムなんですよ。これ 1.5 キロなのでそんなですけど、ほんと大きい5キロとか6キロとかをゆっくりオーブンで焼いて、スライスしたものにマスタードとかをつけて皆さんでこうお皿でいただくっていうのが習慣なんですね。まあ、伝統的なクリスマス料理ですよね。でも焼くのがちょっと大変っていう人とか、スライスしたものも売ってありますね。私みたいなズボラ向きってことでしょうか。これはこれで美味しそう。結構ねジューシーでね、いいんですよ。根菜とかの付け合わせとよく合うんですね。美味しそう。チーズがギフトパッケージみたいになってたくさん並んでますね。これ一見なんでって思われるかもしれないんですけど、クリスマスによくこういうのを送ったりもらったりします。みんなで集まるのがフィンランドのクリスマスなので、そこでこうみんなでつまむっていうのももちろんあり、プラスこのブルーチーズ、これとかかな、これをねジンジャークッキーにちょっと乗せて食べると美味しいんですよ。これかな、これがいいかな。このセットいいですね。いろいろ入ってる。ここにはクリスマスビールが並んでます。クリスマスってまあお休みでお家でみんなでお酒飲んでっていう楽しみもありますけど、それにしてもすごい種類ですよ。ヨールってフィンランド語でクリスマスですよね。なんかね、あちこち、失礼します、この缶かわいいですね。あとは、あ、私の好きなカルフビールっていうクマのビールあるんですけど、クリスマスビール、へー、ちょっと濃い感じの黒ビール系が多いんですかね、これね。冬の味です。あ、これ売れてる。すごいたくさん種類がありますね。この棚、フィンランドのクリスマスによく飲むグロッギという飲み物の専用コーナーですね。ホットドリンクなので温めてアーモンドとあとレーズンを浮かべてこう飲むっていうのが習慣なんですけど、これが一番売れてるかな。変わってますね。もみの木のフレーバーのオーガニックグロッギですって。なんかこのメーカー聞いたことあります。すごい人気なんですってよ。だから売れてんのか。美味しそう。今年はこの変わり種を飲んでみますかね。迷う。